水上カツラは兵庫県宝塚市出身のプロ野球選手、宇藤右内、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。幼稚園から兄の影響で野球を始め、小学校時代は複数のポジションをこなしていた。中学校時代は三田ヤングに所属し、2年までは遊撃士を務めていたが、3年になると保守に定着する。高校は、 赤市市立赤市商業高等学校に進学して1年春からベンチ入りを果たし、1年の秋には三類手種にコンバートされる。2年夏の第100回全国高等学校野球選手権記念大会では、初戦の八戸学院公母子戦に2番、一類手種として先発出場し、4打数1安打ギターを記録したがチームは敗退した。2年秋からは保守に戻って、 中期近畿大会で準優勝し、3年春の第91回選抜高等学校野球大会では、ベスト4に進出。春夏連続出場となった第101回全国高等学校野球選手権大会では2回戦の花咲と草海戦で、バックスクリーンへ本塁打を記録するなど、春夏連続のベスト4進出に貢献した。選手権大会後には、 野球 U-18 の日本代表に選ばれ、パナマ戦で本塁打を記録した。同大会では、全9試合中5試合でスタメンとして起用された。U-18 での経験によって、自信を深め、当初の大学進学志望を切り替えプロ志望届を提出した。2019年のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから7位指名を受けた。 11月7日に契約金2500万円、年俸560万円で仮契約を結んだ。二類への正確な送球に加えて送球タイムは1.9秒。キャッチング技術も高い。高校通算3本類だ。ありがとうございます。